なんでこんなドゥンかな。それブサイクね。彼氏が心配ですけど。ペングス初めて 見ましたね。どうかな。可愛くない。クフキヒモサル分あれがしょう。クイキカフェクイクイミダ金魚虫君だペンハペンハ、これが短いものやクリコが結成できます言葉や。ペンギン、お拍手だ。はい、それ最近韓国でめちゃくちゃ人気なキャラクターがありますんで。でも韓国で人気のキャラクターのポロロじゃないよ。ポロロの時代は終わりましたよ。ほんと終わりましたよ。ペンスという、これねアニメじゃないや、本当のペンギンや。考えだけで可愛くない。本当のペンギンがテレビに出て人間と遊びます。それなんか特別に勉強したペンギン。そうかな、なんか人間言葉もよく聞きます。もう彼も話します。たまにもうそんなもんします。だからペンスを一緒に見ると思います。私アニメと思いましたもん。ペンハこれ本当に、私ショックだ。本当本当本当ペンギンや。クフキヒ、彼がオーディション見に行きましたよ。オーディション見に行きました。うん、これ言った。手盛り。もうそれブサイクね。見よ見よ、今スイミシって来ました。あー、タリオディンニュタリオディッスウェ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 イヤポンヌキャリクターやヨデルソンができます、趣味が。ヨデレイヨデレイヨデレイ。わー、チャレンジ。ちょっとトロワよ。なんでちょっとおトロワよ。無双よ、無双顔がキシンジョ。なんでこんなドゥンかな。これほんと可愛いために作りますものじゃないじゃないよ。男じゃえよ、じゃえよ。男じゃえ。男じゃ。でこれがほんとペンギンにいかない、それがびっくりしましたが。本当ペンギンにかかれ。無슨ですよ。ポロロみたいに人が中にいて服とか着ますじゃないよ。で彼の本当にペンギンがそれしますんか、みんながわあ。本当？本当にペンギンにか。あ、それえそれでモクソリでペンギンのモクソリ？うん。これ見てペンギンという考えがないや。あ、じゃあ人と思いました。よくしこれこっちじゃパボや。とりあえずペンス初めて見ましたんでどうかな。可愛くない。全然可愛くないよ。モクソリがアジョシタリがちょっと黄色いわ。それがちょっと気持ちが悪いし、オーがトローよ。キチャヌアジョシだ。これが本当にペンギニじゃないよ。それにえ本当にペンギニか、それがどうかな。それがええ韓国でどんなイメージそれ。クフキヒ2番目、彼が私本当に幼稚園の時。え、可愛くね。これね、タングン。あ、ポロロ。いやいや。お前じゃない。アンカーはお前じゃない。え、めっちゃ足長いね。ペンスン、귀여운キャラクターよ。キャラクターじゃないよ。ペンギンいにか。今、クリコが、ペンスが人間이라고ちょっと、そんな心がありますよね。誰が見ても人間じゃない。それのため、動物病院に行きましたよ。私彼氏が心配ですけど。彼は私が大丈夫。ペンスがカメラ前だけでペンギンですね。それでカメラがない時行きました。바다から来て、いよかって、そんな頑張ります、言ってよ。でもなんで、そんな。やばいな、韓国。ああ。クリコで言えば、これか。え、これ本当大人たちの話じゃない本当、本当に。これしませんしませんし、本当ペンギンいるか。ペンギンしますよ。あい、ペンスがどうやって最初来ました。南国からスイムして韓国に来ましたから。いついつかな、モルゲンで、そこまでの。今何します。今彼番組最近オーディションペースしてしますんで、10歳や。10歳。実際どんな人か分かりました、この番組で。実際ペンギンでしたよ。これも南国幼稚園。あに、これ 100% 嘘じゃないよ。木見ますよ。木ないじゃないよ。木どこよ。それみんな変だなと考えませんか。考えませんし。お笑い芸人よ。いや、あに本当に本当に。え、これ韓国人やばすぎるんじゃない。これ本当に。これから人間では考えますよ。うん、XA 写真も CG みたいな。でもそんな話も今ちょっと失礼よ、韓国人には。私ら韓国みんなはペンスが本当に
ったから、ね、え、最近来ました人、うん、まあ、人って言ったらうんって言ったよ。あ、もう私花もいいとこ空もいいとこや。私は私ね、ちょっと最初のキレが何でもポロロみたいなアニメがありますと最初チャギが説明しました。それでドラえもん、クレヨンしんちゃん、そんななんか可愛いもの、みたいのペンギン、ポロロがどうも可愛そうな、それじゃ全然心配ないじゃん。ペンスにするもんよ。ペンス、ペンギンだからできないんじゃないかな。ペンス、ペンス、イエンシ、シーザ、ペン、ペンインミーだ。おお、スス、ちょあせよ。逆にショックだった。なんで？私キレが多かったから可愛いものを見れるかな。あれがキヤー、このリアクションどう準備しましたか。今何もない。ほんとこれだけショックだ、ショック。ペンスのインフォメーションが欲しいだ。出身がここですとか、なんかヨジャチングがいっそよとか。なんで韓国人がペンスを好きと思います？韓国人は正直、頭もいいご大変と思います、心が疲れます、サランをペンギンと考えますぐらい疲れますか。あ、あれ、근데サランをペンギンに考えますぐらいじゃないよ。本当にペンギンの人間心ってやばすぎる。